日本東京都世田谷区世田谷地域鶴巻鶴巻は東京都世田谷区の地名である。鶴巻1丁目から5丁目までが置かれている。郵便番号は154-0016。東京都世田谷区の世田谷地域に属する。主に住宅地として利用される。世田谷区の地理的中央部に位置し、東西に長く、南で、桜新町、新町、東で、駒沢、上馬。 北で世田谷、桜、西で、洋画、上洋画と隣接している。また、蛇崩れ川を暗渠化した後が、緑道になっている。また、鶴巻二丁目に、駒沢給水所がある。ちなみに、TBS ドラマ、渡る世間は、鬼ばかり、に登場する、お食事どころ、岡倉の住所は、東京都世田谷区鶴巻6の12の9である。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、鶴巻三丁目21の1の地点で67万4千円平方メートルとなっている。古くは、キラ家の領地であり、一丁目の城在寺は、キラより安の側室であった時輪が開いたもの、三丁目の実装院は、キラ氏友が開いた。鶴巻の由来は、諸説あり、これといった決め手に書く。 一説に武将が譲るを外した、あるいは巻いた場所であるという。他には、水流が渦巻く場所など。しかし、鶴巻は、世田谷区内でも、ほぼ最高地点に近い大地である。一方で土地に起伏もあり、今は、多くが暗挙となったが、小さな川もある。鶴巻という名は14世紀後半に初めて見える。英和2年、キラ・オサムヤ・キシン城に、 原牧という地名が出てくる。江戸時代初期に江原郡鶴巻村として成立。1966年の住居表示で今の形となる。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急田園都市線桜新町駅、東急世田谷線上町駅、世田谷駅が 最寄り駅。東急バスが駅内を通る。4丁目には、東急バス鶴巻営業所があり、営業所から渋谷駅、都立大学駅北口を経て、目黒駅への路線がある。また、便数は少ないが、営業所発着の出入小便も存在する。駒沢公園通りには、轟駅と、祖師ヶ谷大倉駅、梅ヶ丘駅を結ぶ路線が走る。 旧大仙街道を示すモニュメント。通称、一服公園にある旅人の銅像。教育センター通り。この先には、桜新町がある。ありがとうございます。